スが充実してますよね。根尾は打ち上げました。左中間深いところ、風は逆風です。追っていく、追っていく、水道から流れる景色変わらない、この街旅立つ、逃げたり、逃げたが三流負け、舞い散る桜、憧ればかり強くなって、ちょっとバットの先か、伸びていく、伸びていく、伸びていく、寂しくても自分で決めた道信じて、手紙のネオ大阪桐蔭、ネオ明、ドラゴンズが指名しました。日本ハムかヤクルトか、中一です。与田新監督が引きました。まあ、自分の中でね、タイトルっていうのが欲しいんですけど、シーンがたくさんあるので、笑い飛ばして、傷つけるより全然いいね。三遊間ショートネオ、難しいボールは落とした。一塁はどうだ、一塁、うん、最後は落とす。最後は同じ変化球で空振りのがスタート。サードランナーもスタート、送球高い、あと大丈夫か、バックする、フェリペバック、父の笑顔と信じることは簡単なこと、疑うよりも気持ちがいいね。これが送球、母の涙、さよなら、また会える日まで、わセンター返し、16打席ぶりのヒットが出ました。続く一、二間破っていきました。ここ飛ばしました、一、二間抜けていきます。本当の自由、本当の愛と本当の優しさ、わからないまま進めないから、自分探すと心に決めた。ショートの尾形の横を抜けていきます。センター前ヒット、これも初球を打った、ライト前ヒットです。ボルネオ今日は2打数の2安打、いい当たり、宇宙間伸びて伸びて、宇宙間を破っていきます。これでセカンドランナー、センター返し、いい当たりだ、叱られることも少なく、入りました、仲良くけれど大きな拍手です。妻にいるから福田がファーストに回って、遠藤がレフト、又吉がピッチャーです。1本目の甲子園の地でプロデビューになりました。目をその目を取っていく、送球、ファーストプレーはアウト。ちょっとホーム方向に送球が添えて、この苦笑いの表情なんですが、プロ成長したか、プロの水になるか、はい、ね、戦から11試合連続安打も記録したというこのネオです。一軍は初打席、ストレートストライク、ラッティングです。余裕持って見てしまったような感じありますから、落ちる球、あっとスイング取られました。